何これ、何この中二病みたいな人は。ガエンね。ガエンなのこれ。これね、コロコロの5月号で、あ、はいはい、ダウンロードし、パスワードをダウンロードして、ね、入力して、うん、ストーリーが追加されるの、うん、そのストーリーをクリアすれば、もらえるガエンセット、シークレのセットが出てくる。ググれば出てくる、そのパスワード。あ、高校、交通号。うわー、俺も交通号だ。タクちゃん、タイランド。ライフ20とか余裕だった。ピーチ、あ、こうかな。いや、これエースデッキ、タイラントデッキだけでエースデッキだ。ん、エースを入れてる。じゃあこれ、ツードローするやつだっけ。あれ、簡単は、まあ、ごめん、まあ、押さないかな。まあまあ、なんもしないよ、一旦なので。ハンドが、ちなみにダイヤも持ってきたから。防御札ないっていう、あ、ないとか言っちゃダメか。やばいな、これやばいんだけど、結構やばいかもね、これ。うん、違う違う、お前じゃない。うん、違う、6になってないから今まだ。いや、まあできるけどね、別に。やったところで引けるからね。おー、うん、ほらほらほら、あ、どういうことか。あー、きついな、これ多いな、ライフ。きついんだな。お、お子様。タイラントチームがいたらな。まあ、使うんだよね。あー、あのツードローするためか。うん、な、あ、やっぱりツードローするためかな。ちょうど5にしました。辛いよ。あ、やっぱりツードローだね。何引けてくるかだね。あ、なるほど、うん、悪くないね。うん、これ竜王殿みたいなやつ。うん、ああ、今それって感じでしょ。でも6以下か、指定は、うん、これね、このターン決めれないから。ああ、考えて。まあ、これ、これはまず確定なの。じゃあ5にしたい、可能に。これ5にしちゃってよかった。やばいと思う。あれ、武器なんで、武器で、これエースの能力知らない。武器のソウルに入る。ああ、そういうことか。ソウルに入ってどうなんだ。破壊した時、え、ソウル入ってどういう意味だ。うわー、あれがソウルに入ってると一回攻撃もこれできる。うん、腹立つ。ああ、でもね、一回復して今一瞬で120億が止まった。120億。あ、120円か。もう円の単位が多い。これ使うか、しょうがない。おっと、あ、来た、ソウルイン。これをやらないのか、しかし。これに入れると打撃が上がるんですよね、さらに。おっと、打撃は7。え、何する、え、何する、え、すごいよ。 8? 8? 3D やばい。8、9、10、11、これでアタックフェーズいきます。あ、でも足りないんだな。足りないと思うじゃん、と思うじゃん。守備札なかったら負けだよ、そっち。ライフ18から負けるぞ。守備札ないのかな。青っていい、ないのかな、守備札。守備札ないのかな、これ。あ、ないのかな。18削り切るよ。あ、もうこれワンチャンあるよ。18削れるよね。うん、あれがあるからね。腹はね、一気に18点削っちゃうよ。いいよ、どうぞ。やっぱあんのか。おっとおっと、自信がある。おかしいぞ、これ。あ、マリエの剣術をかわす。おー、あったな。痛い。あったか、それは。まあ、痛すぎる。いや、いいよいいよ、全然痛くない。え、なんで。あ、そっか、なるほどね、意味が分かった。分かった分かった分かった、あれがあるだ、まあ
痛いっちゃ痛いけどね。へったられば決まってたからね。うん、決まるまでいかないから。あいつが出てくるんじゃね。うんですね。ですね。で、タイレールベロスのバイオレンスゲイザーが多分来る。多分わかんねえ。おう、しかも打撃が8上がってるから、いくつだ10。うん、だからさっきの8受けてたら決まってたかもしれないね。うん、打撃10とかすごくない？11だな。あ、 11 ぐらいになるから。すごい、同点になった。わかる、これマジか、気持ち悪い。いや、同点になってる。ああ、同点か。あ、通ったんだ。これツバヤじゃなかったらとっくに死んでるんだけど。長すぎる。わかる。で、このね、ハンドにあるジェネリックのカードも気になるでしょ。これはちょっと、ね、相手の計算狂わせるね。ああ、うん、恋が何だ。ただね、俺このターンで決める予定だったから、もう俺はもう全力出したって感じだよ。何、うん、本当ない。いいよ、いいよ。能力発動。ただこのターン死なねえんじゃないかな。そしてダイエラまで行ったとしてもライフが残り3になるのはきつくないか。だダイエラまで行ってもライフには連続アタックできないもんね。うん、ですけどさ、あれ何を悩んでるのかな。まあそうだな、バーディーコール。そうだな、場を散らすとライフを削らなきゃいけないでしょ。そうだよ。いいよ、演出いいよ。飛ばした飛ばした飛ばした。もうめっちゃ煽ってくるんだけど。ライフリンク、よしわってこと。あー、なるほどね。攻撃力上昇。あー、ソウルガード。もうハンドゼロとか大丈夫？大丈夫。死ぬぞ、このターン決めないと。あ、違うか。でもこれ防がれたら終わりじゃないか。いや、さっきソウルに、武器のソウルに入ってるカードもあるからね、打っとくけど。空振り。ゲージプラスとライフ回復っていうモンスターをドロップに送ってね。まあ使ってくるんだ。え、でもダイガーって守備いくつよ。1万か。1万超えた上でライフ通さなきゃいけないんだ。場を散らすか。まあでもそれが一番チャンスがある手だと思うよ。俺がモンスター引けなかったら詰まるからね。うん、不審スタンド。でも俺打撃4で十分だな、この時は。何も、ああ、いや、受けていい。1、2、3、受けていいわ。じゃあ、いや、使わなくてよかったよ、ね、いや、違う。あ、ジェシーの方忘れてる。いや、まあ、さっきのやつ俺払ってないからよ。あ、そう。うん、あ、払う払わないみたいなのか。そう、そしては攻撃情報するから、うん、それはやめてください。おー、まず2ドロー。なんか忍者より手札増えねえか、これおかしくねえか。サイランが強くね。うん、それまたこれ2ドローするってこれで。あー、これゲージ1、ラフ1、俺これ2ドロー。あ、やべ、これ俺このデッキ現実に欲しい。強すぎる。ただこれ1万ソウルガードどうやって突破するんだろうっていうね。貫通が2回能力使えるから。ソウル入れる。どうしよう、足りないね。これもパイパイパイ。これもパイパイ。あー、これダメだね、詰め切れないね。ああ、それをコール。で、あとサイズ1が引けなかったな。ああ。これダメだ。1回だけ取れた。まあまあまあ、どうするかな。ママに会いたい。うん、まあ、このターン耐えるしかないね。
でも相手返しのったらハンド1枚でしょ。うん、そんなにそんなに派手には動けない。ボールガードで台湾乗り発動。さあ何を持ってくるかな。ここで会社あるのか。さあ何を持ってくるかな。ここで会社あんのか。つらいな。1,2 つらいな。あ、そっか、これ2つできるのか。そうだよ、ボールガードでも、うん、次の破壊されたらあれね。うん、あーでも高校1段目は良かったんだけどな。やっぱ芝居のライフには届かないのか。急に俺は弱気になってきた。え、もうアタックフェーズ並べなかった。いや、ソウルが入ってるんだよ。あ、そうか、ソウル入ってる。こいつを使うと攻撃を1回も取ってくる。そう、1段は耐えられるんだよ。OK、うん、そう、武器ね、武器破壊されるとこのデッキ本当やばい。もう終わったやん。そう、すぐ終わるっていう。よし、悪くないハンドだぞ。 It's your time。 このゲーム面白い。これめっちゃ回るでしょ、タイラント。ドロー層がすごいあるんだよね。あ、能力使えばもう勝った。あれもう破壊されんの。また引く、また引く、タクちゃん、また引く、うん、敵大丈夫。残り18、死にそう。これ以上引いてもしょうがないか、うん、俺前このタイラントデッキ使ってデッキ当てたかな。あ、わあ、うぜえ。あ、いやでも6、あ、6ちゃんが入ってなくてよかったよ。あ、うぜえな。じゃあまたソウルに入ってるカードの効果使うね。何この、ですね、あ、間違った。 お前じゃない。お効果間違った。ソウルの効果使うとしたの。あ、危ない危ない。じゃあ1だけ使っとくか。間違っちゃった。わー、5点か。このソウルの効果でこれを、あ、せつか、アーマーナイトタイガーエースをドロップに置くと2回攻撃になります。うわ、強っ。キモい。で、さらに引いときます。また引く。これでタイラントヒール引けば残り16枚。これおっと、また向こうがする。また防御札を入れる。やべ、きつ。やば、よし、アタックフェーズ。あと一応貫通持たせるカードも持ってたんだけど引かなかったね。連携、やっぱ連携で。ただ武器が2回攻撃になってます。でもこれでダイワになるで終わりよ。あ、そうか、ライフに払わなきゃいけないのこれ、うん、確定なのこれ。よし、これだな、うん、で、終わるんだけど。どう、第3フラッグ。あー、何これ、ドラゴンドライ。何これ、ドライって、あのパスワードの、パスワードで手に入るんだ、知らなかった。いや、パスワードでストーリーが出てるの、うん、そのストーリーをクリアすると、うん、もらえる。ただし2回攻撃が、2回攻撃、打撃ちょうど5です。あ、どうだ、どうなるのかな。能力発動。なんと、いや、なにこれ、なになに、手札起動、攻撃向こうのライフプラス2。そう、あ、2軽減か。 OKOKOK、 2軽減ね。あぶねー、粘るね、粘るね、粘るね。めっちゃいい試合じゃなくて。めっちゃいい試合やん。ただハンドでは勝ってるんだ、まだハンドでもライフでもこっちが有利だよ。さあ2枚で、あ、何が出てくる。来ました、これだ、クリフだ。これ何、どれもできない。あの相手は次のターンに
でしかも防御力が12000。なんだよ、なんだよ、やめろよ、バグってんの。わかんない、説明して。いやね、アルティメットカードマンなら15000で超えられるんだよ。ちょっと説明してください。ガエンは変身したら次の相手のターンはドローできない、うん、なるほど。さらに、レジ2とサイズ3のモンスターをスタートフェーズでも、スタートフェーズでもドローできない。そう、だからチャージはできる。さらに第3の能力として攻撃した時モンスターを破壊する全部。まあいいよ。だけど、あのコードがあるから。おお。ちょっと間違ったな、でも。守れ。いい試合。めっちゃいい試合だな。ここ受けていいよ。それハンドゼロでしょ。もう勝ったじゃん。いやでもゼロできないよ。うん。今のハンドで勝てるじゃん。ああそっか。うん。ハンドゼロ。ドローがロックされるのか。キチガイだね。これチャージでハンドドローもできないの。そう。うわ怖っ。キチガイすぎる。チャージはできるよ。あ、チャージハンドドロー。チャージはできるのか。そう。けどドローはできないってことか。そう。チャージはしよう。ドローできない。チャージ。嘘じゃん。今タスク嘘ついたよね。チャージハンドドローできてない。チャージハンドドローできてない。それじゃあもう。これで8点確定だからね。ハンドゼロですよ、うん、あーマジか。え、いつどうした。いやでも相当いい試合だったね。あ、今ないや。デッキに武器残ってなかった。じゃあ武器で。あ、攻撃力が足りない。12000足りない、いかないといけないのか。そう、え、12000も守備力あるんだこいつ、やばいね。あ、でも足りた、これで足りた。そうよね。うん。ああ、あざした。いや、めっちゃし、これね、ガエンね、ゲージに、でもドライも使ったし、よかったね、これ今回、動画としてよかった。でもね、ガエンね、大丈夫です。何の？チャンネル登録、ツイッターのフォロー、よろしくお願いします。あなたと